日につけてんだ。つけてんだよ。ハチさん、昨日は豚汁飲んでた。豚汁。今日は味噌汁。見て、これ今流行りのスイートミルクコーヒーをブレベミルクに変更。ノンアイスエクストラミルクでキャラメルソース入れてみました。どうせ言ったとかのさ、あれ見せてんやろ。インスタやってないもん。自分で言ってんやろ。自分で言ってないやろ。写真見れてるタイプやろ。こたモバイルオーダーやもん。やっさん、おにぎりのプレゼントみたいな。うわ、やばいやばい。そう、前髪切りました。分け派の方が多かったけど、いただきます。切っちゃいました。あれ、なんで分けてた、長いから。そう、なんでパッツになりました。いただきます。あ、そう、ナンバラミソラちゃん初日、はい、おめでとう。1待ってます。楽しみ。みんなここにいる人、みんな出たことある人たちや。うん、今回初めて見せました。子供連れて生徒会見いただきました。小学生の娘がほんと昨日飲んでる。弁当食べへんの。後で食べる。今食べたら後でお腹すいちゃう。そうなん、覚えてます、ありがとう。そういうタイプポケモン、買ってくれたやつも。ポケモン P も前髪すいた。すいたっけ。前髪昨日でも少なかったよね。前髪これ前髪切ったよ。うん、1.5 センチくらい切ってもらいました、ね、もうすっごい長くて真面目なんで、なんかパッツみたいになってる。そう、あざす、やだ。ありがとうございます。おにぎりありがとうございます。めっちゃいい感じ。どう、当たりますように。前髪短い方がやっぱ好き。視界良好やわ。ナンバライティ、ナンバライティ。え、すごい。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラじゃないよ。ゴリラ一発目から痩せた人っている？サイキちゃんだけ。おもろ。あとユイナさんと。うん。ユイナさん初日やもんな。うん、絶対一回やる。だるまって。ショールマすぎる。だるま死ぬ。ゴリラ。サイキやばいな。初日ゴリで初日ゴリ。なんかほんまはゆうみさんの予定やってんけど、うん、ゆうみさんがさゆきでって言ったらしい。マジで、うん、めっちゃ面白いよな。みそらなんでやねんのセリフやりたい。あと小池、うん、ああ小池似合いそう。絶対みそらちゃんうまいわ、ね、やってるもん。もう家で一人でたまにやってんで。二十歳を過ぎて思いました。私の時もあーしもったな。早めにして売っといたらよかったな。ちょっと若干しよう。どんなやったっけ。あんたアホちゃうなやっけ。もうあんたか、もうあんた、うん、アホちゃう。じゃじゃじゃ。ほんまに好きやねん。なんて言うと小雪が何だっけ。女の子連れて歩いてなんたらら。てるの見て。マジでショックやった。もう聞いひんと思って。もう忘れられない。これで友達にあげた T シャツ。これの人友達が着こなしてるの見て。これやってる。いつかやろう。今もいつかやりたいな。小雪のセリフやっちゃう。二十歳を過ぎてが何やったら16を過ぎてになっちゃう。まだやな、幼すぎ。確かに。ガリガリ君いいな。え、みそらちゃんも二十歳やん。え、俺もやで。違う。やばくない。これ二十歳の面してない。これなれへんわ大人にさ。おいら、よちがメンバーと目を合わせるとき口入ってるんだね。念仏がもひどい。そうなん。小池は怒った女の子です。無意識に開いてんちゃう。ミルクありがとうございます。ハッチさん、今日はアヒル公園ね。やばい、このキュウリ酸っぱい系のキュウリ。うまい。だってお漬物だもんね。美味しい黒糖ドーナツ。ハッチさん、クマ。めっちゃ美味しいなそれ。うん。クマキューティーね。ヒル公園ありがとう本当に。白色が。みんなヒル公園どうでした？白クマよりも似合ってるやばない。すごい楽しかった。白クマよりも白似合ってるらしい。もう世界一。それエグいやん。白クマ一やん。白クマで似合ってもらったら結構やん。嬉しい。ほちゃう。もうあんたアホちゃう。じゃじゃじゃん。もうあんたアホちゃう。アホンドラって言う俺と。やば。アホンドラ。どこの方が。超嫌や。めっちゃかっこよくない。かっこよくない。うん、言われてみれば夜公演来てくれますか。そうかな。ありがとう。接客しながら見ない方がいいんじゃない。わりなき旅さんお茶と牛乳。ねえ、これタラコ？ハートありがとう。タラコじゃないよね。何が？上にかかってるやつ。ミクちゃん。そぼろか。なんかめっちゃ美味しい。美味しい。食感はたらこです。なるまり。やったらこたらたらたらちゃん。黒糖すぎやね。たらここれ。うん。そぼろかな。1、2、3、
タラコの味がするんだけど。そうやね、だから騙されてる、ね、でもなんかタラコにしては色薄ない。でもお肉にしても色薄ないそれは卵にしても色薄い食べてほしい、これ食べるわ。ビッグパパさん、あ、シルコエも映り込んでた。旅さん、だるまありがとうございます。全力で何、みんなアバター一緒なん。え、揃えてくれてるね、みんな。よしみやねって入ってるやつ、ありがとうございます。え、これリボンもらえんの、よしみのやつ。うん、でもらえんの。うん、どうやったらもらえんの。なんかキラキラ星1個投げただけでもらえるよ。え、1個おもりたい。このどうやってやんのそれ。よしみみんなに毎日配信しなあかん。ペイさん、え、なんちゃら、なんちゃらポイント達成したらいいけど、誰でも紙ペン持ってない、所持してない。今終わっちゃったけど持ってないわ。また取りに行く感じ、うん、誰か写しとかならバンされるよ。ほーちゃん、バツないで。そう、命のへそで、ありがとうまです。命のへそでな、あのコヨタンとセイキちゃんとリュウと二人あるやん。レレ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 レ、その時にいつもこうやってやる時にアイネがさ、そのあたりをうるちゅるしてるから、誰の顔に切り替わっても DMM 配信の時絶対アイネが入り込んでくる。めっちゃおもろいで、いじわるねフレームインしてくる、ほんまに。ミソラとはいつも衣装着替えるときにずっと喋ってるんで、見てみてください、ほんまおもろいので。私とミソラが一番衣装室にいる時間長いです。笑ってしまった、あかん。ずっと二人でこんにちは。はい、ミソ様のお戻りです。うわ、コヨ様や。ミソ様、絶対王政コヨ様大丈夫みんなごめん、事故や。痛い音してる。かけちょろです。かけちょろ、キョンチョル。白なんてかけちゃうかしら。そら、えんまいの。え、ふたくそ。日本のお城だな、これは。日本フルハープ。ちょっと待って、めっちゃ吹くかもしれない。何弁当なんやろ、中華ね。え、これめっちゃ美味しいんよ。チキン南蛮わからん、めっちゃ美味しい。チキン南蛮ちゃう、それ。このソースがめっちゃ美味しいよね、なんか。チキン南蛮ね、これ、わからん、唐揚げ。唐揚げ、なんか角みたいな生えてるの、日本のお城。食パンありがとうございます。エビの天守閣。天守閣、あ、え、愛知の宇治みたいな。名古屋城。宇治じゃないか。名古屋城行ったことある。待って、そうなん、これさ、もう城って書こう、もう城ですっていう。お城行きたいな。画力なさすぎて。おにぎり、ありがとうございます。これなんて言うんですか。ラブレターありがとうございます。全然ですよ牛乳ありがとうございます。ほんまに公園来てくれてありがとう。シャチホコ、確かにそれは。今日もなんかこういった推しの方がね、これなんか3人くらい並んでるとこあって、あと1人並んでたらぷよぷよで消えますね。ハッタさん、お城ありがとうございます。お城巡りもいいなと思って。ありがとうございます。サクパンさんが歴史好きなので連れて行ってもらいたいですね。うん、見えたらいいな。あ、これ美味しい感じのもやしや、ナムルや。もやし、おねぎりありがとうございます。ポニーテールの躍動感ね、すごいよね。我ながらでも緩むとね、より動くんですよ。だから今日緩んでたからかも。今日は最高とかやばい。皆さん、ホノピーの髪型見ましたか。そうそう、ローポニーなんですよ。そんな変わんないな。めっちゃ変わんで。めっちゃ変わるよ、大人っぽい。うん、N でもこれやから。まさに N にして待ちたいと思います。うん、まあ、新鮮もな感じはない。ひよこさん、ハートありがとうございます。新鮮。遠くから してるファンの人気づいてた？ミソラの道かね、道か。え？ミソラも、あの、気づかんってやばい。遠いとは思うけど、近いとは思うね。ゲームのハートありがとうございます。どうしても同じかも、普通に。全然ちゃうやん、もう。最近に言われて気づいた。ユニット、ユニット前に。音符、今日はね、ほうちゃん音符じゃないんです。八分音符。今日はおたまじゃくしなんです。確かに。あれやろ、こう顔とひょろひょろってきたの。こんな感じで。コータもこういうやつしたいんですよ。可愛いよね。可愛い、あのめっちゃ可愛くない。おばさんくり。おばさんとか言わへんの。まんちゃん。よくないよ、ついだと。おばさん、ミルクありがとうございます。それはこうやろ。シャチホコが出てこない。そう、私横ママに横のことノースフライ。これ可愛くない。え、お姉さんぐくりって言ってた。あ、それかな、うん、お姉さんぐくり。おばさんぐくり。ちょっと見せない。白って書かないと失礼よ。白って書かないと合意される。
お前いつかこれしたいな。え、かわいいよな。え、普通にこれかわいい。普通の前髪で。したいと思います。おお、待って。あ、ありがとうございます。サイドポリスケってさ、言うくせに。ありがとう。な好きなんかい、サイドポリ。めっちゃ星飛んでる。え、これサイドポニー自体は好きやねん。組み合わせよ。組み合わせなんけ、なんちゃらなんちゃらさ、色使えないからハートも一緒なんちゃら何も分かってないやん。星はどこかっちゃう。なんたらなんたらさ、何も分かってない。向こうがいっちゃう。向こう園はよかった、サミットいっぱいに。そんなやばいってこっからガクーンってなるよ。もう夜公演も当日券ございますので、す皆さん待ってます。明日券もあります。え、明日明日券って何なんそれちゃんと考えてから喋ってくれますか。ボケるならちゃんとボケてください。わからんとかなしね。うわ、前髪短いのいいわ。視界良好すぎて。関西、関西、奈良からあんたも関西やろ。こよたん関東やから。関東ではないやろ。東海見えた、関西やろ。私の学校は関西で習ったら見える。え、これ関東で習った。関東っていうか中部。中部、それそれ。え、南か西って言ったらどっち。バカ。何やっけ、北か西、西か東。三十分は無理よ。西か東か、無理無理。真ん中やねんな。南やばかっちゃう。やばない、どういうこと。普通に沖縄か。西か南ってこうやん。西か東でコラボ配信しよう。それ、分からん分からん。ここでは西へ関西の画面。分からん、真ん中やから。ガチで真ん中だから中部。うわぁ。あぁ、何言ってんねん。味噌、味噌民って呼ぶよ。味噌、味噌汁民って呼ぶ。味噌汁、何してんねん。味噌、何汁民って呼ぶ。しまった、味噌汁で。汁民ですわ。シリアさんかりとかやったら危なかったよ。そんな持ってるわけないやろ。シリアさんかりこぼすね。失礼しました。はいはい、ペックルさん、ありがとうございます。ペックルちゃん、そう、ヨシミがちょっとこぼしたんだけど全然大丈夫でした。シルミン、夜公演の注目ポイント教えてください。また皆さん、ちゃん、ありがとうございます。来てくださいね。サンドイッチ弁当ありがとうございます。結構世代交代は月6回くらいしてんのかな。8回くらいしてんのかな。最悪、もうほいちゃんに聞くんじゃない。今日はいっぱいみんなで目合わせてます。そうです、うん、そうやって約束したんよ、みんな。だから、うん、みんなが何回目合わせたのかを数えてください。確かに、だからミスラはいつもより楽しそうかもしれへんな。なんか絶対に自分以外の9人全員と目合わせるって約束したから。今日はだからミスラ、ヒルはちょっとごめん、あの6人ぐらいしか無理でした。ほい、ミスラちゃんと目合うとこなくない。え、そうやね、遠い。うん、そう。え、だからあれにしよう、アドレナリンのこれでせり上がって戻ってくるやん。あそこで目合う。あそこほろと目合ってんねんな、ゴリ。あ、そうそうそう、6番手とさ、いつも合う。そうやねんな。じゃあ、ミスラもこうちゃんって。え、でもあれでもミスラちゃんと目合わせるとこ。いや、意外と離れあんで、隙間からとか。隙間やばない。あれさ、あのいつもさ、黄金セーターで2人がさ、目合わせてるやん、これで時。この後移動するときにずっとあのホムピンのこと見てんのに、ずっとコヨリのこと。ミスラさ、ヨーラバキルド誰も目合わない。え、めっちゃ私も今日誰も目合わせて。そうや、ヨーラバの時みんなのことこうやって見てんのに、誰もこっち見てくれへん。さゆきちゃんの目合いました。反対やん、ほんとは。おい、マジリオのこと見てんねんな。だから、あのなんかレイナのこと目合いたいんだけど、こっち見てくれへん。だからミスラが片思いしてるとこに注目してる。今日はみんなに結構目合わせようとしてるんだかな。じゃあ私はあれするわ、ミスラ、今日はミスラの方来いで。めっちゃおもろい。それ無視する、無視する。さすがに無視するよ。みんな片思い。両思いになりたいね、みんなと。おま。気づいた方の大好き。ほんまにいい曲。ほんまに好き。転調の仕方、そう、大好きやね。気づいたら、気づいたら。確かに確かに。転調の曲まず好き。全部なんかちょっと面白い。なんでや。よしみ歌うまい。大好きやね、マジで。よしみショールームです。ショールーム。あ、間違えた。ごめんなさい。メイクです。メイクルーム。ちょうど15分経ってたので終わります。ちょっと何十分できませんが、すみません。どういたら肩重い。どういうことできひんって。え、だって急いでた方がいいかなって。どうすんの、できひんな場合。スクショすんの。ありがとうございました。今日は、私たちは終わります。18時から夜公演。今からでは間に合います。待ってます。何してんの、またねー。
ゆる声も見てね。ゆる公園も来てくださる方いますか？ゆる公園はうちわ持ってくれてる方いて嬉しかったです。私ね、うちわで人のこと覚えるんで、ぜひうちわ持ってきてください。あれどういうシーンなの？それで私結構 MC でも言ったんですけど、160センチないので、あの小柄さを。160はあるやろ。ないよ。159.4 とかで、ね、私の子は160とか、ね、高く見えんねんな、多分バランスでガチで、これガチでもうバランスなんよ。よいしょ、行ってきます。いってらっしゃい。髪も長いしね、髪長いからそのバランスでね、高く見えるんですよ。マジこれは絶対ありますね。坂川やしな。うん、そう、高顔、マジ高顔、面白かった、背高顔なんですよ。だからもうぜひ小柄さをちょっと確かめに握手で来てください。みそらもさ、背高顔じゃない？みそらガチ大人お、なんかな、なんかほんまに顔だけ見たらさ、めっちゃなんか色っぽい、色っぽい、うん、お姉ちゃ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 ん、それはないね、お姉ちゃんやけど、うん、今日はね、みんなと目をいっぱい合わせるので、でも150センチ150に、なんかまずさ、相場がわからんやん、もう150っていう。うん。アミタ何センチなん？13位。アミ148とか。え、もう抜かれるってこと？うん。でもアミの方が全然ちっちゃく見えんねん。アッキーさん140何倍ある？140。でも8とか言ってた。女8とか言ってたよな。あやみバカ高い。ほんま。11トミさんありがとうございます。あやみすごい。顔だけ見たら165。本当に私159.4とか、伸びたとしても150、あと6ミリ伸びることないんじゃん。今日これ初めて買ったけど、これめっちゃ美味しいわ。買ったん。ありがとうございます。顔だけなら高く見えないけど。大人っぽいもん。え、マチさんありがとうございます。そうなんです。まあ100、そう、生誕側なんですけど、実際はそんななので、ぜひ見てください。ほんまに。え、氷 0.2 センチ伸びたの？そこに注目してください。え、待って待って、 159.6 か氷。え、ね、氷さん 159.6 らしい。ね、氷 159.6 らしい。160やん。じゃあもうそれは160って言いな。嘘ついたやん。さっきの MC で聞きました、この人。え、でもないやん、160。でも試着入試着入したらあかんやん、そんなん。んな、もう飽きません。なんで、なんなん、し、なんで身長で試着入することある、そんなこと。だってもうミリってこんなやん。え、いいの？じゃあ160って言って、ちょ、プロフィール変えてもらいます。だってさ、こんなやろ、こんなんさ、日によって変わるくない？なんならちょっとさ、背筋ピッてしたらさ、え、人って変わるはちゃうくない？え、でもさ、ちょっとさ、プライドがあると思うね、160cm ぴったりの人にとっちゃう。うん、だからさ、あんまり、でも確かにミスラも150ぴったりから、149の人には150って言われたくない。そうやろ、うん、それと一緒やねん。黙れ。だから小売は 159.6 って言います。確かにそう思ったら 159.6 なんや、小山津。あー、じゃかましい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 、やめて。おーちゃんがうるさくミュートにしてました。ね、アミ 148.9 らしい。え、あと1センチちょいで。そんなアミでかくないって。絶対抜かされへんって。嘘ついてるで、アミ。アミ嘘ついてる。アミ嘘つかんわ。逆に。ほんまアミさん155ぐらいあることない？え、なんか それ顔やね、それ顔。でも何個やえ、ポンちゃんはレイポン。レイポン154とか。あ、え、そうなん、うん、あれやな。ミサラがダメ。失礼しましょう。ミサラとか言わんといてくれるから。レッチュン。レッチュン。断トツではないよ。レッチュン。レッチュン。あ、レッチュン、グータンが買ってあげる。ちょっと待って。ほんまや。あ、ちょっと待っといて。レイちゃん。レイちゃん、いいよいいよ。ほんまに。ちょっと待っといて。これはちゃんと理由があるおごりやから。そう、私がね、東京タワーも高さ四捨五入してんの。やば。あ、買おうとしてる。レイちゃん、買わんでいいよ。ちょっと待っといて。お願い。レイちゃんが買おうとしてます。ちょっと壇上読むから待って。布団から出るのは自分次第からな。ちょっと待っといてや。レイちゃん、いいって。ほんまにいいから。なんか、え、13位文治さん、ありがとうございます。12位ケイタン、ありがとうございます。11位ケンさん、ありがとうございます。10位カズさん、ありがとうございます。9位ジンちゃん、ありがとうございます。8位ミツさん、ありがとうございます。7位ユリイカさん、ありがとうございます。6位ライムミントさん、ありがとうございます。5位チーネ、ありがとうございます。4位シオチ、ありがとうございます。3位マルくん、ありがとうございます。2位ジョーさん、ありがとうございます。1位吉村哲也さん、ありがとうございます。めっちゃありがとう。そう、じゃあちょっと終わるね。
レーニャにご飯をちょっと、ご飯じゃないわ、あれをジュースを買うので、ではありがとうございました。またねー、ジワルデイズ。